ですから私なんかある意味いろんな内閣を見てきたんですよね。だから非常に心に残った政治家もいる。その後藤田さんとか中曽根さんとかね。それからいろいろいますよ。小泉さんもそうだったし、それから小渕さんっていうのもそうだったし、少なくともね、そういう、この俺は政治家だなと思った人たちが、自分の信念とか意識を持ってたわけですよね。だから、世論に揺さぶられるとか、世論に迎合して動かすってことを、極めて嫌ってたわけですよね。だから僕は小泉さんについて偉いと思ったのは、要するに彼は世論に反することを2つやったわけですね。1つは郵政の民営化であり、1つはイラクへの自衛隊の派遣だった。で、彼は、いや、俺は世論を変えるために政治家なんだと。世論に従って政治をするために政治をやってるわけじゃないんだ。明確な意識だったんですよね。だからそれやったことがいいか悪いか別ですよ、これはね。だけどやっぱりそういう覚悟みたいなものがね、政治にはなきゃいけないというふうに僕は思うんですね。でないと政治の意味がないじゃないかと。要するに世論に迎合してね、自分の信念とは全く関係ないところで結果が作られていくっていうことが、それで良しとするんだったら政治家なんかならない方がいいと。僕は思いますけどね。だから、この間ね、河野前衆議院議長ね、河野洋平さん洋平ね、さん、TBS の話されてましたね。報道特集で。特集に出てきてね、迫力ありましたよ。迫力あった。要するに70年間続けてきたことを変えることについてのね、政治家としての信念みたいなことを述べておられた。その内容の問題よりもね、やっぱり、なんていうのかな、覚悟みたいなもの覚悟。ね。ああいうものを今の政治家にはあんまり見ないんですよね。だから、ないものねだりかもしれませんね、も今の特に自民党の政治家に欠けてるものとして、この前田中さんの動画でおっしゃってたのは、やっぱり沖縄に対する感覚。私もそれは90年代から記者をやっててすごく感じるんですけども、ないですよね。ないですこれはね。もう明らかに、なんだろう、そのね、ほら、保守、それから普通の国、軍備大好き、軍拡に走る、それから一方においては、それをリベラルというのかもしれないけど、沖縄についてきちんと正義をもたらさなきゃいけないとかね、それから日本国ということについて軍備以外にやるべきことはあるよとかね、北朝鮮という国に対して何が必要かというと、やっぱり、包括的な話し合いじゃないかとか、常識的な外交論、だんだんこう二極化してってる気がしますね。それで明らかに前者の方が防衛拡大論とか勇ましいね、要するに外交なんてものは国内に向かっていけいけどんどんとプロセスでね、日本はきついことを言ってるっていうことを示すといったような意味がないことをね。だからちょっと日本はなかなか分断されてない国だっていうけれども、そういう分断が起こりつつあるような気がしますね。非常に重要なことは、多分田中さんは決してそのアメリカとの関係を破棄しろとかいうことでは全くないし、もちろん日米関係のを重視していくっていうのは柱なのかもしれないけど、常に著書なんかで言ってるのが、アメリカ一辺倒っていうだけなのを離れて、重層的多角的な安保体制を考えなさいっていう、こういう、こう多角的に外交でも国と国との関係でも、それからまあ市民でもメディアでも、とにかく中国って怖いねとかですね、そういう空気ができてしまっていることが今すごく危ないと思うんですけれど、やっぱりアメリカ一辺倒っていうだけでは、これから先を考えるとね、非常にその日本っていう国が果たしてそれだけでいいのかっていう意味では、もっと多角的にそうなしてで考すね。えるどうです常識論としてね、か。そうですね。一方が一方を支配する関係なんてものは、日本がそれに落ちるべきないと思うじゃないですか。やっぱり日本として日本の意見もあるし、日本の名誉もあるし、日本の尊厳もあるよと。だからそれが主権国家ということじゃないですか。で、アメリカのような大きな国との関係で、一定のそういう
日本が主権に基づいて正しい判断が最終的にはできるという形を作るためには、うん、アメリカに対するテコが必要なんですよ、うん、だって持ち主さんなんかテコを持っておられるから、うん、テコ持ってますか私やっぱりこう、うん、ね、うん、記者会見でまで堂々と質問を10回も10回するという、ねうん、だからある意味 それが自分の力ですよ、うんうん、新聞記者っていうのを見ててもね、うん、そのやっぱりテコというのは真実を掘り出すことに対する使命感みたいなものがあるわけですね。だからこれ人間関係もそうだけれども、うん、健全な人間関係、一方的な服従関係じゃなくて健全な関係を作る、とりわけ力を持った人との関係でより健全な力を作るためにはどうしてもテコ、うん、自分の強み、うん、で僕が言うのはその強みは軍備じゃないよと、はい、どんなに日本が頑張っても、うん、中国を超えるアメリカを超える核を持つということはできないんだから、だからそれはちょっと場違いな議論じゃないかと、うん、日本が持っている強みっていうのはもっと知恵の面じゃないかと、うん、でとりわけね僕は ASEAN 東南アジアで勤務しましたし、はい、長い間東南アジアとの関係を扱ってきたので彼らの持ってる認識っていうのはやっぱり日本が果たしてくれる役割というのはどちらかというと中国ともアメリカとも話ができて自分たちのことを考えてくれる日本なんだということなんですよね。で日本がねやっぱり ASEAN に影響力を持つためにはアメリカとの関係を強く、かつ中国との関係を強く、それから日本がアメリカに対してアジアのことを話すためにはやっぱり中国との関係を維持しなきゃいかん、北朝鮮との関係も、私たちが北朝鮮と交渉した時の一つの目的というのはアメリカとの関係で日本が自分の意見を言い自分の主張を通す、そのための外交だったんですよね。だからそういうふうに考えてほしいと思う、良い関係を作るためには、そのためにはテコが必要だし、まあ、確かに著書を読んでるとアメリカに対しても全く萎縮することなく、ね、田中さんは主張されてますよね、はい、しっかり、はい、おかしいと思った時は、はい、そういう外交官も、まあ、メディアも市民もテコを、まあ、持ちなさいって、テコを求めていく、でテコっていうのは空振りのテコじゃったらいけないけど、ね、いざとなったらそのテコ使うぞ、使えるんだご著書では尖った、はい、単に優秀じゃなくて尖った人間が必要だということをおっしゃってますね、うん、今日本には、はい、孤立することも恐れないことをしての強さを持った人間、はい、まあ日本の教育はそういうふうに向いてないですね残念ながらね、これもね安倍政権によってちょっと、教育基本法が改正されたみたいな動きから非常に愛国とかですね、個人主義ということよりも、まあ、国とか公共にいかに尽くす、人になるべきかみたいな方向に、まあ、向けさせられてしまったってことがあると思うんですけど、でもここもやっぱり政治とかこれからね、市民が声を上げてメディアが取り上げることでこういうところも変えなきゃいけないのかなと思うんですけど、ね、だからね、その国のためとか、うん、そういう愛国心とかなんだかんだっていうことがそれを訴えてね、みんながそうなるとそんなことないんだから、そうですよ、やっぱりね、必要なのは日本人のアイデンティティみたいなこと、うん、何を日本人のアイデンティティとするか、うん、この国防の話だとそうなんですよ、うん、だってこれまでは日本のアイデンティティは平和主義だったんですよ、うんうん、日本は決してあなた方を脅かすような国にならないよっていうところをベースに外交してたの、うんうん、でそれはもう変わっていかざるを得ない、だから日本のアイデンティティどうするかっていうね作業を誰かがどっかでやらないといけないということかもしれません。そういうのは望月さんがモデルになっている、はい、原案になっている新聞記者っていう映画、ご著書が原案になっているのを見ていろいろ感じられたことがあったって、はい、前動画を配信されてたのを、はい、拝見したので、はい、いやかっこよかったですよ。新聞業がかっこよかったですか、女性記者が。あれは私ではないんですけどね、私に憧れて新聞記者になったっていう、うんうん、女性記者、だからあの役は日本人にはできなかったのかもしれないですね、尖った人間である映画の方ですね、うん、だから正しいキャスティングだったのかもしれないと思いますけどね、うん、
で、あの松坂桃李もなんとなく足りなさそうなところが最後に余韻を残すような終わり方になってるのかもしれないというふうに思いますね。だから、まあ、彼は官僚ですけど、その最後ごめんって言ったのが家族に言ったのか、うんね、家族に言って真実を明かそうとするのか、うん、もしくはやっぱり新聞業に対してごめんと、そうそう、やっぱり僕は官僚の仕事から戻るよというか、うんうん、まあ、それはあの、うん、非常に亡くなられた川村さんがいろんな思いを託してあの もやもやするラストになってるんですけれど、最後はあなたならどうするという、まあ、多分問いなのかな。そうですね、やっぱりね、はい、権力って怖いですよ、うん、僕は権力側にいた人間だから、うん、あの権力を恣意的に使うようなことになると本当に個人がね、うん、痛手を被るざるを得ないです、うん、権力って怖いですよ、うん、権力って強い、だから権力とどうね向き合っていくかっていうのも一つの大きな課題だと思いますね、うん。